皆さんこんばんは。こんばんは。東レパンパシフィックオープンテニス2024大会アンバサダーの土井美咲です。奈良くるみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は10月21日から開催される東レパンパシフィックオープンテニスのシングルスの本戦ダイレクトインとワイルドカードの選手計19名が発表されたということで、これからインスタライブを開催していきます。皆さんの質問にも答えますので、どんどんメッセージください。ください。お願いします。お願いします。じゃあまずですね、はい、お二人から選手を紹介していただけますか。はい、はい、ではじゃあ私からいくか。第一シードジェシカ・ペグラ選手、うん、アメリカの選手ですね。ね、もう彼女は最近ずっと強いですし、うん、今年もトロントで戦を優勝、はい、優勝している選手なので、まあ、非常に実力もある選手ですね。はい、で第2シード、このジャン・チンウェン選手で、中国の選手なんですけど、まあ、もう彼女はね、みっちゃんも結構好きだよね、昔からね。あ、好きです。プレースタイルも好きで、はい、私も好きなんですけど、本当にいいテニスをしてくれるので、そしてこのパリ五輪、はい、優勝と、はい、勢いに乗った選手なので注目選手です、はい、アジアンビューティーの選手そこ推しでいきたいと思います。続きまして第3シード、エマ・ナバロ選手です。こちらもアメリカの選手になります。大学卒業の、そうだね、で今年からというか、うん、大学上がりでもうね、右肩上がりの成績で今もうトップ10、はい、すごいですね。すごい勢いでもう勝っている選手なので、まあ、グランドスラムでもね、安定した成績を出しているような選手になりますね、うん、はい。で第4シードがダニエル・コリンズ選手、アメリカです。彼女は今年引退を、はい、発表してるんですけど、はい、今年の成績がね、一番いいんじゃないですかね。マイアミ・チャールストンと、はい、過去最高 の、 成績を残してるので、引退本当にするのかというぐらい、はい、好調な選手になります。はい、はい、第5シードバボラ・クレイチコバ選手になります。チェコの選手です。まあ彼女はね、ウィンブルドンを今年取っていますけれども、その前も2021年にローラン・ギャロスも取ってという、うん、グランドスラムでもしっかりと成績を出している選手で、ダブルスでもね、そうですね、ナンバーワンで、もう本当にテニスを見てて楽しい選手なので、うん、多彩な選手ですね。日本に来てくれるの嬉しいです。はい、私次次あなたです。すみません、ダリア・カサトキナ選手ですね、はい、そうですね、今年2024年ロスシー国際を優勝して、うんうん、まあ、彼女もずっとねトップにいて強いですけど、私はもう彼女のなんかこうスピンだったり、なんかドロップショット、スライスっていろんなプレーができるプレースタイルが好きです。すごいかっこいいテニスをしますよね、うん、顔は可愛いのに、そう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 、なのでそのギャップもいいなっていうところもありますね。はい、続きましてベアトリス・アダット・マイヤ選手、ブラジルです、まあ、身長高い選手で左利きですかね、はい、もうファイターですね、はい、すごく、まあ、パワフルでもありますし、うん、こう見てて楽しいような選手かなと思います。とってもいい子です。そこ推しポイント、推しポイント。第8シードがアンナ・カリンスカヤ選手で、うん、まあ、今年ねこの序盤からすごく好調で、ドバイオープンでも準優勝と、本当に一気にね、もともとずっとトップハンデッドにはいたと思うんですけど、うん、こんなにトップに来ると正直思ってなかったんですけど、今年の好調が素晴らしいですね。そうですね、かなり調子もいい選手だと思いますので、なんといっても可愛いです。やっぱそこですね見てください。そういうところもね見てもらえるといいかなと思います、はい。続きましてリュドミラ・サムソノバ選手です。彼女は東レで2022年ですね優勝しています。はい、なので、うん、まあ、日本の方たちもまあ知っている方もいらっしゃるかなとも思いますけれども、
まあ、彼女も、まあ、サーブもいいですし、うん、しっかりとした、力強いストロークもありますので、注目ですね。面白い選手ですね、うん。そして次がリアナ・シュナイダー選手。シュナイダー選手はまだ生で見たことがないので、うんうんうん、今回私自身見て見れるのがすごく楽しみなんですけど、2024年ハンガリアン選手権、バート・ホンブルグタイオープンと、もう3つタイトルをこんなにね取ってるってすごいですよね。なんか本当にまだ若い選手なのにここまで安定したといいますか、成績も出しているので、まあ、これからの選手という意味でもすごく、はい、ショーレオープン初めて出てる。そうですね、はい、なので、はい、楽しみですね、はい。続きましてマリア・サッカーリ選手ですね、まあ、ギリシャの選手で、まあ、彼女は私の一押しの選手そうですね、完全に個人的な、去年ね、土井さんの引退試合の相手がサッカーリだったと思うんですけど、はい、本当ね、ナイスな、うん、もう本当に最後、もちろん彼女が勝ったのにこう受け止めてくれて、私は彼女の胸に飛び込むだけで、ね、セレモニーも一緒にいてくれて、そうそうそう、すごく人格者で、はい、すごい温かい心を応援したくなりますね、はい。続きましてマルタ・コスチュク選手です、ウクライナの選手なんですけど、まあ、彼女もね、テニスがすごくこう歯切れが良くて、うんうんうん、ね、パワフルでもあるし、足のスピードもあったり、もう本当いろんな、テニスも面白いしスタイルもいいので、ぜひ皆さんに見てもらいたいです。そうですね、ウエアとかも、ね、うん、かわいい、かっこいい、かわいいウエアを着たりしているので、ね、似合ってますよね。似合ってます、本当にそこら辺も見てもらえたらなと思います続きまして、ポーラ・バドーサ選手です。スペインの選手です、ね、ちょっと序盤調子が良くないかなと思っていましたけども、ここ最近はね、うんうん、まあ、怪我などもね、あったかなとは思いますけれども、うんうん、優勝もタイトルも一つ取って、うん、また勢いに乗ってきているので楽しみです。楽しみですね。はい、次がドナベキッチ選手、クロアチアの選手ですね、うんうん、ベキッチとは試合したこととかもあるんじゃないですか。あ、あります、あります、ね、何回かあるんじゃないかな、はい、まあ、言ってまだ28歳なんですけど、うん、割と私たちのツアー一緒に回ってきた選手の一人でもあるので、彼女もね、今年ウィンブルドンかな、うん、もう頑張ってるね、うん、なので結構プレースタイル的には有明のコートが彼女に合うんじゃないかなと思います、うん。続きまして、ミラ・アンドレーワ選手、彼女17歳ですね。若い若い2007年生まれでねえ、まあ、もうタイトルも一つ持って、ダブルタイトルも持ってと、はい、ね、なんかチャーミングな、うん、テニスも面白いけど、なんかこう結構言動だったり行動も、うん、チャーミングで可愛らしいですね、うん、そうですね。し、まあ、17歳なのにもうなんか成熟しているかのような、うん、まあ、言動だったりプレースタイルだったりするので、まあ、非常に、まあ、これからも絶対活躍するグランドスラムとかでも、うん、勝っていくような選手だと思いますので、東レの大会は初めての参加で、うん、楽しみです、はいはい。そして次がレイラ・フェルナンデス選手、うんうん、カナダの選手なんですけど、通り来るの初めてなんですね、彼女も。おお、そうなんですね、そうですね、はい。US オープン、2021年の US オープンの準優勝、あれはね、すごい衝撃的というか、うね、ラドゥカムと決勝戦って、はい、まあ、彼女もファイターですよね。そうですね、もう練習とかもすごい一生懸命取り組むような、トレーニングもね、いつも激しいもんね。そうそうそう、そういうような選手ですね、うん。続きまして、エリーゼ・メルテンス選手ですね、ベルギーの選手になります、まあ、彼女もね、なんか私たちは、まあ、ずっと一緒にツアーに行ってっていうような選手で、そうだね、もう、うん、なんていうんですかね、フィジカル的にもすごくしっかりした選手ですし、まあ、ダブルスもね、そうだね、結構、サバレンカ選手と組んで、うん、強い時期もありましたし、スーウェイ選手と、ね、組んでるそうだイメージですね。
そこら辺も注目してもらえたらなと思います。はい、そして次がワイルドカードの出場ですね、内島もゆか選手、うん、いやもう今年彼女は本当にブレイクした年で、そうですね、はい、チャレンジャー3大会連続優勝して、うん、トップ100入り、まあ、今最高59位まで、うん、本当にもう今年飛躍した選手なので、オリンピックにも出場して、まあ、グランドスラムでも US オープン1回戦勝ってと、まあ、本当こう一番今勢いがある選手ですし、うん、まあ、そういうもゆかにとってもこのそういう勢いがある時にこの日本の東レという大きな大会で皆さんの前でプレーできるっていうのはとっても楽しみにしていると思うので、皆さんぜひ応援してほしいですお姉さんからのお願いですねさあそして最後大坂なおみ選手、まあ、これはねもう皆さんもちろん知ってると思いますけれども、まあ、彼女が帰ってきます。はい、はい、ママになって初めての、はい、マリアケ東レオープン、はい、東レですね、うん、まあ、やっぱりまあ、もちろん今までの成績もありますけれども、こうママになってからメンタル的にもね、いろいろと成熟して、うん、タフになったところもあると思いますし、こうまたね有明で何て言うんですかね、飛躍できるような大会にしてもらえたらなと思いますね。トレもねいい思い出がたくさん、優勝も2019年してますし、準優勝もね2回してるんですね。なので相性のいい大会なので、うん、直美にとっても楽しみな大会になるんじゃないでしょうか。はい、ということで出場選手は以上になります。はい、コメントをそれぞれしていただきましたけれども、ちょっと話しきれなかった推しの選手に関してもうちょっとなんか熱く語ることなのあれば、はい、選手から一人ずつした経験を言っちゃいましたけど、結構意外と詳しくというかね、一人一人言及はしましたけど、うん、どの選手いきましょうか。まあ、でもやっぱりジャンチンウェイ楽しみじゃないですか。確かにジャンチンウェイは楽しみ、ね、見れるのがやっぱり本当、はい、まあ、同じアジアの選手なんですけど、うん、やっぱりバネだったりボールのスピードだったりっていうのは、うん、なんか本当にこう見てて同じアジア人としてはすごいな、羨ましいなって思うプレーが多い、ね、思いますね、うん、まあ、ね、身長もありますし、この情報では178センチっていうところで、うんうん、確かにすごいスラッとした選手ですし、うんうん、彼女が、だから東レで準優勝ですかね、うん、した年は私1回戦で確か当たってるんですけど、まあ、負けてるんですけどその時はまだここまでランキングも上がってなかった中で対戦して、うわこのなんていうんですかね、パワフルさとかプレースメントの良さ、うん、そしてまあサーブも非常に強い選手なので、まあ、彼女は強くなるんだろうなっていうような感覚はすごくあったので、うん、まあ、そういう意味でもまあ本当にアジアで、ね、強い選手なので皆さんもぜひ注目してみてもらえたらいいかなと思います。いやでもこの顔ぶれが、ね、トップ20から何でした、うん、はい、17に違います、14ですよちなみにこういう時は低めに言って困っているようが正解だと思うんですよねすみません、はいはい、ちょっと間違えてるかな7割って言いたかったんです。あ、そういうことで、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、トップ20に14です。いやトップ10に12すごいよ。いやすごい、もう7割の選手がエントリーしているということで、もう初戦がグランドスラム準決勝だって準々決勝の、うんうんうん、戦いが見れたりしますね。どういうこと？準々グランドスラムの準々決勝ですか？はい、合ってます、私言ってる。合ってます、めちゃくちゃ合ってますね。良かったです。だからその準決勝、うん、もうセカンドウィークの戦いが初戦から見れます、見れるっていうところで、まあ、そういう意味ではね、私たちがこう出ていた時も、うん、こう1回戦から本当にタフな、いや、そうそうそう、大会だなっていうのはありましたし、うんうん、どの選手に当たっても1回戦からタフっていうのが、そう、もうトップ20とか30、うん、低くて30の選手みたいな、本当そう、それぐらいもうレベルの高い大会なので、まあこうね1年でこんなレベルの高い大会見れるのはもう日本でここだけなので、楽しみです、楽しみ楽しみ。
あ、質問を。なるほど。もらって。あ、質問は。あ、お知らせください。すみません。質問は右下のハテナのアイコンから、お願いできますでしょうか。お願いします。はい、ぜひあの質問も答えて。行きたいと思いますので、はい、すでに来ている質問があります、はい、お願いします。一番面白い組み合わせカードは誰と誰だと思いますか。一番面白い組み合わせ、面白い組み合わせ、結晶がこれとこれだといいなとかいう感じになりますかね。なるほどね、はい、まあ組み合わせはあれですけど、やっぱり直美ちゃんには、うんうん、やっぱり結晶に行って欲しいなっていう気持ちはありますよね、日本人としては、うん、それはそう。やっぱり直美ちゃんがこう決勝で戦っている姿はすごく見たいなと、うん、まあ相性もね、東レの大会の相性もあの非常にいいと思うので、もう一回ではね、東レのトロフィーというか あれね、うん、こう特徴的なといいますか、あれを持ってる姿を見てみたいっていうのはありますね。まあでもって考えるとどうなんだろう、やっぱりジェンチンウェイ選手かな。ああ、そうだね。アジア対決。アジア対決っていうのもすごく。でも今はもちろんペグラ、ナバロ、コリンズってこのアメリカ対決も。なるほどね。熱そうですね。熱いですね。この3人のどれかは決勝だったり来るかもしれないなとも今思うし。そう考えるとそのコリンズってもう今年引退なので、見れる機会が確かに本当に。最後の可能性ももしかしたら来年も続けるかもしれない、それじゃないですけど、あの可能性としてはね、7位なのに辞めるのかっていう、え、辞める？7位だったら辞める辞める、ね、辞めれる、辞めれないよね、続けちゃうよね。ねえ、でも見てみたいです ねえ、そういうのもあるし、まあグランドスラムを取ってるような選手もクレチコバだったりいますからね。あ、ジャン・チンウェイは選手は土井選手が戦ってましたねって言ってますよ。ありがとうございます。そんなどこで戦ったんでした。いやだから、うん、トーレか、トーレの、2年前ですかね、2022年、結果は、2646という。ちなみにちなみにこの年くるみが、はい、引退した年なんですよ。ああ、だからあんまりちょっと覚えてないんですね。あ、自分のことで、ね、そう、じゃあ試合見に行ってなかったんだな。私はすごい覚えてるんですけど、そうそうか、でその次の日空き日があって、うん、あの引退の試合、ダブルスの試合を戦ったなっていうのは覚えてます。はい。はい、あ、なるほど。ダブルスの選手も紹介してくださいとコメントいただきましたが、ダブルスの発表はこれからになりますね。あのダブルスのエントリーがちょっと遅いんですかね。まだ先になるんですか ね、ま、ね、なのでもう少々お待ちくださいというところで、でも、ま、ダブルスでいうと、ま、日本のね、日本人のダブルスの選手たくさん、はい、あの強い選手がいるので、はい、そういう意味ではね、と美優選手だったり、はい、青山修子さん、穂積恵里選手、柴原恵那選手、選手もね、二宮誠選手、本当、そうですね、このやっぱり日本が誇るというか、うん、あのまあ、プレーされる方も、ね、たくさんダブルスはいらっしゃると思いますし、こう、まあ、盛り上がりやすいかなとも思うので、ぜひダブルスに注目してもらいたいですね。注目していただきたいですね。質問です、はい、海外のように声を出して応援しても良いのでしょうか。応援のコツなどあれば応援される選手目線でお願いしますということです。なるほど、いい質問です。はい、土井さん言いたかったじゃないですか。これちょっと言いたかったところありますね。もっと応援してほしいです。大きく大きくオーバーに、オーバーに、オーバーには分かんないですけど、でもあの全然声も出していただいても全然問題ないですし、まあ、もちろんあの選手への配慮といいますか、例えばじゃあ
ファーストサーブとセカンドサーブの間に声出しちゃうとさすがにそれはダメだよねとかそういう、まあのはもちろんありますけど、あの会場全体をなんか盛り上げて、うん、みんなでこう一体の雰囲気を作っていただくっていうのもすごく選手にとってはすごく嬉しいですし、パワーになりますよ ね、あのね、日本人のいいところですごくこうマナーを守る、はい、っていうところは多分選手もすごく伝わっててね、うん、あの海外の選手からもやっぱり日本の観客の皆さんはマナーがいいねっていうのはあの聞くとすごく自分たちも誇りになりますけどね、はい、うん、もっとオーバーに大きく大きな声を出してもらった方がまたより嬉しいかなと思います、はい、最後に、はい、優勝選手の予想をお願いしたいですということです。お、優勝どうしましょう、うん、これだけトップ選手がいると優勝予想かなり、まあね、ナオミンが優勝してほしいねだったりね、気持ち的にはね、ナオミちゃんに優勝してもらえるとあれですけど、嬉しいね。誰で行きましょう。誰で行きましょう。でもナバロとか、おあるね。あるね。有明のコートも今年塗り替えて、ちょっとサービスがあんまり早い。有明は多分他のところより早いので、早かったらナバロ行ってないんですけど、うん、乗り換えてちょっと遅くなったというところで、なんか後半集中してきそうなナバロ。なるほど、ちょっと適当ですけどどうしようじゃん。私はね、じゃあクレチコバとか、やっぱりなんかショットも多彩ですし、こうできることがすごく多いような選手で、まあ、今言ってたようなこうサーフェスともフィットするような選手なんじゃないかなと。そして結構優勝するところは優勝できるような、うん、爆発力もちゃんと持ってるような選手なんですね。取るときは取る選手ですよね。取るときは取ります、ね、はい、まあ確かにそういう意味では、でも本当誰優勝してもおかしくない。そうそう、なんか今リストを見てるんですけど本当に誰優勝しても、うん、なんかイメージできるぐらい選手が名前を連ねてると言いますか、うんうん、まあ、あとはねこのシーズン終盤になってファイナルに向けてっていうところも、うん、まあ、トップ選手からするとすごくこう頭に入ってるから、うんうんうん、確かに、ね、なので、まあね、第1シードのペグラ選手だって、うん、ここもっていうところもあるでしょうし、でも確かにこの終盤の集中力っていうところも、うん、まあ、キーポイントになってくるかなと思いますね、うん、はい、あと選手みんな日本大好きなので、うん、日本滞在を長くっていうモチベーションで頑張ってくるじゃないですか。確かに、まあ、普通楽しんでほしい、うん、私たちより東京をよく知ってる選手多いもん。あ、確かにちゃんと調べてみんな東京に向けてくるっていう、うん、なのでね、なんかエンジョイしてほしいなとも思いますね。はい、予想は難しいですね。予想本当に難しいです。本当に難しいと思います。じゃあみーちゃんクレチコバでしょ。クレチコバでいきます。私ナバロで。ナバロで、はいはい。もう質問はこれで終わりです。締め締めは早い。ちょっと全部答えられなかったんで、はい、ごめんなさい。あ、そうですね、ちょっと全部答えることができなかったので申し訳ないんですけれどもまあでもね、今年の大会本当に面白くなりそうですよね。そうですね、あの私たちもね会場に、はい、あのずっといますので、あの声をかけていただけると嬉しいですし、はい、あの試合観戦はもちろんですけど、あのテニス体験コーナーやイベントコーナー、グルメなど、私は一番グルメが気になっておりますけど今年は何のご飯があるんだろうとそこが、ね、一番注目ですよね。あのでもテニスの試合を見る以外の時間も有明の会場にいることで楽しんでもらえるので、あのぜひ皆さんに、はい、女子のテニスを見ていただけたらと思っています。はい、もう一日楽しんでいただけるようなテニスフェスとなっていますので、ぜひ皆さんお越しください。現在チケット好評発売中になります。
ぜひ詳しくは公式サイトをご覧くださいということで、皆様ぜひ会場でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。